はようございます。おはようございます。今回は斉藤正樹さんを迎えして、元読売ジャイアンツ軍の藤田元志さんについてお伺いしたいと思います。やっぱ斉藤さんはやっぱ藤田さんがいたから平成の大エースになったと言われてるんです。それは何でかというと、藤田さんが要はサイドにしたんですよ、うんその辺の話もちょっと聞きたいですいろんな監督の下でやられました、はい、その中でやっぱ藤田さんというのは斉藤さんには欠かすことができない存在だと思うんですけれども、はい、その辺のところどうですか。まず僕が入った1年目に1軍の監督が藤田さん、うん、で2軍の監督が国松さん、はい、国松さんだったな、はい、で、まあ、一応ドラフト1位で入ったんで、はい、2軍の方で大事に育ててもらってたわけですね、はい、1年目のそれこそ3月ですね、はい、それこそ2軍で教育リーグみたいなのとか、はい、まあ、イースタンリーグも開幕して、うん、4月ぐらいには、まあ、2試合ぐらい投げたと思うんですよ、はい、まあ、その時は、まあ、要するに上投げですね、はいはい、高校から入ったまんまの、はい、スタイルでやってて、うん、でまあやっぱり2試合ともちょっとやられたんですよね、はいはい、その時ジャイアンツに一緒に2軍のコーチとして入ってきたのが須藤はいはい、須藤裕太さん、はいはい、が僕と一緒に2軍のコーチとして戻ってこられたんですね、はいはい、僕もその一応内野手もやってもいいんじゃないか、うん、そうですよね、うん、もうそういう風に言われてましたよね。それでやってて、うん、で僕だけその2軍の練習の時にピッチング練習もして、で僕もバッ、はいはいはい、僕だけバッティング練習もやらされてたの。もうある意味今で言う二刀流ですね。あ、そうですね、はい、でそれがすごく嫌で、だって人一倍練習しなきゃいけないので、ね、しかも意外と怠け者だったんですね、斉藤さん。しかも体力がないわけです。あ、一律川口ですから、高校でから入って、うん、体がきついわけですね、はいはい、5月になってある時1軍の監督が2軍の、ね、多摩川に見に来られたんですよ。シーズン中ですよ、こちら5月ですから、はい、と思って、で藤田さんが来られて、はい、で僕が、まあ、ピッチングしてるのをバーッとこう見てて、はい、ちょっと腕下げてごらんって言ったんです。え、それ1年目ですか。1年目です。だから今だったら入ってきた選手をすぐいじるってことはダメですよ、基本しないです。だけどその頃は、まあ、今はフロントも含めての育成じゃないですか、はいはい、現場だけじゃなくて。なるほど。でその頃っていうのはもうとりあえず現場にも全部丸投げにしてたと思うんですね。なるほど、はいはい、でも現場が好きなようにしろっていうことになってたと思うんですよ、うん、で藤田さん来られて、で僕のピッチングを見て、そう腕を下げてごらんって言って、でやりだしたんです、うん、でその時、まあ、自分でピュッと投げて、まあ、でもまっすぐはなんかあんまり上から投げてる方がピュッと言ってる際には言ってたんですよ。江川さん憧れてますからね、はい、やっぱりあの綺麗な回転をね、はい、でだけどカーブがビャーッとすごい曲がったんですよ、横でから、はい、ビャーッ、うわすげえ曲がると思って、はい、要するにじゃあそれのホームでちょっとやってみようと、うん、だ僕ほらもう野手になるのが嫌だったから、はいはい、バッティング練習とかもするの嫌だったので、もうそれだけでピッチャーに専念できるっていうことで、なるほど。いやもう全然だからその変える、そのフォームを変えることに何の躊躇もなかったんです。マジですか、うん、斉藤さんのフォームを見てサイドに変えると思われたんですか、うん、これどういうことなんですか。多分僕その時言われてないですけど、後からこう聞いた話だと、はい、腰の回転が横回転なのに腕が上から投げようとしてたので、こうアンバランスだったわけですね。やっぱり上投げってことはこういう感じ、こういう感じ、こういう感じに、もう江川さんみたいな感じ、それみんな、ね、はい、腰もこういう感じにしなきゃいけないのに、腰が横に回りながら腕だけこう下に投げてるという。なるほどなるほど。ということで、まあ、高めの球はビャッていくんですけど、はい、低めになるともうヒュッてこう力がない球がになってたから、こう打たれ、まあ、いい成績が出なかったのかなっていうところですよね、はい、でその腰の回転と腕の振りを合わせたことによって、まあ、カーブもビュッとこう曲がったってことだと思うんですよね。横に曲がるわけですよね。ただドライチですもんね。そうなんです。これ育成の1位じゃないですもんねドライチを変えるっていうギャンブルはすごいですよね。すごいですね。でも、うん、まあ、僕も何も思ってなかったし、要するにまあ、僕の推測ですけど、はい、2軍の中、2軍の首脳陣の中で、はい、最初はピッチャーでやらすのか野手なのかどっちがいいんだと。なるほど。で須藤さんはいや絶対野手にした方がいいって言ってたと思うんですよ、はいはい、
それでピッチングコーチはいやいやピッチャーだって言って分かれてたと思うんです。なるほど。でだからやっぱり2軍の首脳陣の中では決めかねてて、で、まあ、1軍のもう要するにトップ監督に来てもらって決めてもらおうっていうことで、それで来られたと思うんですよ。そうじゃなかったら来るわけないですよね。なるほどなるほど。たまたま来たんじゃなくて、うん、もう見に来たんですよ。だと思います。でも決断はもう藤田監督に任すというか任せて、そしたらあのサイドに変えた方がいいと、はい、2年前してみようということですね。で結果それやってやっぱすぐしっくりきたんですか。いやだからそっからそれ5月ぐらいですけど、はい、そっからもうずっともう9月まで基本体力強化を含めた特訓が始まったわけですね。うわだからそれが今思えば良かったんですよ。下半身をいじめてくれたとか、ね、体も強くなって強くなってで投げるのもだん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 こういい位置がこう自分の中で分かるようになってきたりとかっていうところで、うん、なってきたのかなと思いますね。ただ1年目は言ってももうそういう感じで終わりまして、はいはい、で2年目、はい、3年目4年目とここら辺からこう徐々に変わってくるわけ。もう早速それで5月に変えようって言って9月までって言ってで9月の確か15日ぐらいだと思うんですけど大宮で、はいイースタンリーグがあると。はい、なるほど。はい。で、そこをまあ一応埼玉出身の僕が、はい、地元ですね。投げるというのを宣伝打つので、はい。それまでに投げれるようにしろっていう指令だったので、はいはいはい。だから9月までみっちり行って。もう基礎トレーニングやって。はい。で、その大宮での試合に投げた。はい。どうでしたか？負けたんですけど、はい。7回か8回ぐらいを1点だけだ。ああ、すごい。1-0で負けたんです。うん。自分の中でも、おぉ、こんなに投げられてる。いけちゃうん。いけるいける。と思って、はい。で、それから、その、もう9月、その後から、10月の中ぐらいまでのイースタンリーグ、その中で、5勝したんです。すげえ。で、その年、ジャイアンツが一番優勝したんです。はい。だから、その秋のキャンプは、若手メンバーで行くってことだった。要するに、江川さんたちはみんなお休み。なるほど、なるほど。はい。で、監督も王さんに変わったんです。その時に王さんに変わったんですね。です。はい。で、王さんが指揮を取って、秋のキャンプ、宮崎でやる。はい。で、しかも、メンバーは若手の選手だ。はい。というところで、そこに入れ、はい、入れて。選ばれて。はい。で、やって。で、その次の年のガムキャンプ。はい。選ばれたんですよ。うわ、すごい。その年、オープン戦の、なんか、ルーキー大賞とか、なんか、オープン戦大賞みたいなのがある年だったんです。はい。で、僕、オープン戦のルーキー大賞取ったんです。ああ、はいはい。で、開幕1軍だった。うん。で、そこまではすごく順風だった。なるほど、順風満帆で、そこまで来たけれども。はい。この後が。はい。で、2年目の開幕戦に投げたんです。はい。開幕戦、先発は江川さん。はい。で、2番目が浅野さん。はい。で、僕3番目に後楽園です。はい。阪神戦です。なるほど。はい。もうデビュー戦ですね。デビュー戦です。はい。開幕でデビュー戦。はい、阪神戦。阪神戦。3分の2回で、ノックアウトっていうか、あまりにもかわいそうだということで、交代だった。で、そこからこう低迷が続きます、ね。まあ、そうですね。で、こうくすぶりながら。で、また、王さんから藤田さんに監督が変わりました。はい、そこが転機ですよ。まあ、そうです。それが、僕の7年目だったんですよね。で藤田さんの時に戻ってこられて、まあ相変わらずキャンプオープン戦は良くて、はい、まあ開幕したら、まあまた中継ぎだろうなって、はい、まあいつものパターンだなと思ってたら、はいはい、開幕2戦目に先発って言われたんですよ。はい、いきなりですか、うん、で、その結果どうだったんですか。まあ8回ぐらいまで投げて、まあ3点ぐらい取られて、まあ勝ち負けつかなかったです。はい、でも自分の中で、先発としての仕事は十分だと思うんですけども、うん、今でいうクオリティスタートじゃないですけどね、うんうん、で思ってて、うん、ちょっとできんじゃない、ちょっとできんじゃないかっていうちょっと自信がついたんですね。その時にこうなんか藤田監督とこうお話とかっていうのはまた戻ってこられた時に、うん、まあいろいろそれまで気が弱いとかそういうようなこともこうちょいちょい言われてたので、そうでも藤田さんはすごいんですよね、うん、佐々木さん、お前は気が弱いんじゃないんだ、優しいんだ、よく知ってんだとで、で、やっぱりその臆病になるぐらいな方が慎重になれるから、うん、ピッチャーとしてはいいんだよ、うん、っていうふうなことね、藤田さんね、まさにそうだけど、それだけじゃダメなんだと、なるほど、ピッチャーはやっぱり攻める時も、うん、なきゃいけないんだよっていうことを言われたんですよね、うん、だからそのピッチャーとしてのもう最高のスイッチを押してくれたんです。そういうことですね。まあでも自分ではほら別に気が弱いなと思ってもあれだったんですけど、でも結果としてそれが出ちゃってるので、はいはい、でもこれはもうしょうがないですよね、はい。やっぱ自分がいい結果を出さなきゃ周りの人はみんな認めてくれないわけだから。はい、でまあそういうことで結局その89年は結局ずっと先発だったわけですよ。はい、でもちょっと危ない時もあったんですけど、はいはい、
5月の頭ぐらいに広島戦で1回で、まあ、KO っていうか変えられた時があったんですよ。はいはいはい。あって思ってたら、そのなんか2日か3日ぐらいで、そうなんですね、横浜戦に、いやその時は太陽戦です、ね、そうですね。そこから何連勝でしたっけ？11連勝。それも関東でしたっけ？そう、関東の11連勝です。すごくないですか？それが生まれたんですよね。ちなみに藤田監督の采配的なのってどんな感じなんですか？今まで歴代の監督さんがいらっしゃいます、やっぱりもうオーソドックスと思います。もうとりあえず守りからですよね。ピッチャー中心の守りをまず固めて、はい、少ない点数でも逃げ切るということだったんですよね。で、まあ、特にその89年藤田さん戻ってこられた時は、牧原さんとそれこそあの辺の僕たちの仲間たちが、同世代がもう一番脂の乗ってる時期でした。はい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 。だから関東、みんなほとんど関東ですよね。藤田監督だからこそ、そうだったのかもしれませんよね。ピッチャーをピッチャー、とりあえずピッチャーなんだと投げ出せっていうところですよね。藤田監督の性格ってどんな性格だったんですか？まあ、僕はあんまり見たことないんですけど、僕たちが聞いてたのは、結構こう瞬間弱化式っていう、ね、らしいですよね。喧嘩も強いみたいな、で、普段も全然穏やかですよ。そうですね、温厚な感じですよね、だけど、で、僕は怒られたこと基本ないです、はい、怒る時あったんですか？あります。だからあのキャッチャーとか村瀬さんとか曰く、ああ村瀬さん結構怒られたみたいです。僕の前ではやりませんけど、結構だけども村瀬さんもすごく藤田さんのことを信頼されてると思います。そうですよね、なるほど、いろいろ教えてもらったそれがあったから藤田さんだっていうのあると思うの で僕ね、唯一怒られたのはね、89年の最後、はい、最終戦に19勝だったんですよ、はいはい、まあ、もちろんチームはもう優勝してて、で19勝僕してて、はい、で僕防御率も1番だったんですよ、はい、20勝、西本さんに20勝されてて、はい、僕、まあ、20勝もちろんしたかったですけど、もし投げに行って負けて、まあ、勝てなくてしかもガンガン打たれて防御率を下げちゃうと防御率のタイトルも取れないじゃないですか、はい、っていうふうに、まあ、ちょっと1個タイトル欲しいじゃないですか、なんかもう負けるんじゃないかなってノーばっかりがあったんですよ。だから勝てなくてもいいんですよ、別に。もう西本さんに追いつくかどうかだけだから。ああ、なるほどなるほど。だけど防御率は黙ってたら基本取れるわけ、はいはい、最後だから、はいはいはい、でその敵が牧原さんだったんですよ、はいはい、牧原さんが 1.7 いくつだったんですよ。なるほど。これでもし僕が投げて先に行っちゃうと、はい、牧原さんが一番になっちゃうでしょ。はい、タイトル負けたら言っちゃうわけで、はいはいはい、で僕20勝もできないから、はい、どっちも2番になっちゃう、最多勝も取れない、はい、なっちゃう、もう嫌だから、はい、いや僕いいですって言ったんですよ。言ったらだってもうチームも優勝してるから、はい、藤田さんは、まあ、ふざけんなとお前20勝何回もできるチャンスがあると思うなって言われたんです。それで、はい、それで、もう、あ、分かりましたって言って、やるしかないと。相手はヤクルト時空、はい、で、まあ、6回ぐらいを0点に、はい、0点抑えて勝ちました。で両方でも今思えば20勝しといてよかった、よかったですね。20勝って今できないですよね、そうか、なるほどね。まあでも藤田監督からね、いろんなことを学ばれて、ね、今があるということ、もちろんそうです。もう基本的にはもう原点は藤田監督ですよね。なるほど。ということで、今回は元読売ジャイアンツ監督の藤田元志さんについて聞いていきました、はい、名称の話は聞いて面白かったよって方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また他にもこういう話を聞きたいよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。斉藤さん、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。